皆さんこんにちは、ママです。皆さんベイブレードバースト楽しんでいますでしょうか。ベイブレードバーストってこうやってランチャーを使ってベイを回して遊ぶおもちゃですよね。ベイブレードバーストって一人で回してもあんまり面白くないんですよ。で、最近動画を出してよく聞く話が、いっぱい対戦相手がいていいなとか、心くんと対戦してみたいとか、そういうのを、そういうコメントをいただきます。で、周りにベイブレードバーストをやってる人がいなかったら一人で楽しむしかないですよね。で、今週新商品も出るので、今日は私がベイブレードバーストを一人で楽しむ方法を2つご紹介しようと思ってます。周りにベイブレードバーストをしている人がいないとか、一人でやるしかないって人はこうやって楽しんでみてはいかがでしょうか。まずはゼノエクスカリバーについてダソードランチャーを用意します。普通のランチャー用意します。着物ランチャーじゃなかなかうまくできないので、この組み合わせが一番いいと思います。じゃあ今回はママが気に入っているユグダラシルフォースプレスとビクトリーバルキリーブーストジャギーを使って回していきたいと思います。ソードランチャーにユグドラシルをセット、このまま置いといてビクトリーバルキリーをコツのランチャーにセット。これを持ったまま先ほどセットしたユグドラシルのソードランチャーが落ちないように交互に持ちます。この時ちょうど打つところがここに来るので、ここ絶対に擦らないように気をつけて持ちます。汗かいてたら結構手が滑るので気をつけてください。反対側はここね、ソードランチャーのここで押さえて、スイッチ1号シュッ、打った瞬間に結構これ重なるんですけど、ここで止めるとガシャッとなりにくいです。ビクトリーバルキリーの勝ちだ。ちなみになんで上の部分をビクトリーバルキリーの攻撃タイプにしてるかっていうと、ちょうどこうやってランチャーを持った時にこっちだけ斜めになるんですよね。なんでこっち側をビクトリーバルキリーにして、こっちをユグドラシル防御タイプにしてます。なんかランチャーとランチャーをくっつけたりして2個一緒に回す改造とかもあるんですけど、これは改造せずに回すことができます。はてー、ビクトリーバルキリー、どっちも回いけー、ビクトリーバルキリー、勝てー、ユグドラシル、イエーイ、ユグドラシルの勝ち。次は家族の中に一緒にベイブレードを楽しむ人がいないって時にしてほしい遊びなんですけど、遠く離れてる人と勝負ができます。まずはストップウォッチを用意します。これ100均のストップウォッチです。ベイも2個用意します。今は攻撃と攻撃のベイを用意しておきますね。じゃあルール説明、まず1個目のベイを打ちます。ランチャーは1つでもいいかな。打ったらすぐに次のベイを打つ。あ、はい。で、止まった方のベイを相手が回っている間に取って打つ。止まった方のベイを取って相手が回っている間に打つ。これで完全に、あ、やべ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 、早く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 、完全に2つともベイが止まってしまったらそこで終了です。あー、もうあかん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 、止まる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 、わーい、終了。まあこういう感じで一つのスタジアムで必ず一つは回っているようにしといて、何秒をずっとこれ交互に回し続けることができるかを競うっていう遊びです。これで俺何秒回したぜとかそういうのもできると思うんで、ストップウォッチがあったら、まあ時計の針でもいいんですけど、ぜひ数えてコメント欄に何秒回したか書いてみてください。じゃあママがやってみます。よーい、次次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 、もう止まってる場合じゃない、止まってる場合じゃない、次次、あんまり最後らへんこう回り終えるぐらいで次を打っちゃうとすぐにバーストしちゃうので、回転力が弱いとねバーストしやすいんだよ。あー、ほらー、
32秒でした。バーストするからさ、あか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 、もうまたかよ。ビクトリーバルキリーは時給がないから、早く早く来い。あーやばいやばいやばい、早く早く回る。バーストさせんでいいね。2分いっとるよ、2分半いってますよ今。2分半、もういけるもんか。あやばい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 、止まれ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 、まあこんな感じでスタジアム1個とベイガ2個、ランチャーが2本あれば1人でもベイブレードバーストを楽しむことができるので、ぜひやってみてください。というわけで今日の動画もご視聴ありがとうございました。ベイブレードバーストの新商品楽しみですね。いろんなベイが出てくるので自分好みのベイを作って戦うのもいいですし、全部集めていくのもいいですし、まあ対戦相手がいないって人でも1人で楽しむことができるので、ぜひやってみてください。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントとかいろいろお願いします。あと一人でね何秒打てたかとかコメント欄に書いてくれると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。バイ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 。パパもやってみーな。ルール言うで、ルール言うで、じゃあ一緒に回すんじゃん、1個で選んじゃん、一人聞きようか、あ、そうか、自分の言うよ、あんな、ペイが2ついいね、好きなの選んでな、それを回し始めたらストップウォッチ押すから、これが回った間に次言って、うん、で、どっちかが終わったらそれを取って、これが回った間に言って、なるほど、レディー、ゴー。じゃあね、これな、周り、加速が遅くなった時に打ったらバーストしやすくなる。ほらほら、早く早く、マジ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 完全に蓋止まったらおしまい。早く早く、私今3分半いったからね。どっちもバーストしたらもうおしまい。なるほどね、どっちが動いとかなかな。そう、一つのスタジアムでね。ガンガンガン、まあうざかった。ママの勝ちママの勝ちパパの記録は45秒です。これベイが悪いわ。じゃあ攻撃と攻撃でいいかな。はい、レディーゴー。おとなしい。これバーストしやすくなるってマジで、私もやったもん。せっこ、どっちも同時に止まったらどうする。ラッシュシュートしてないから罰せえへん。じゃあどっちもスピンフィニッシュしたらどうする。あ、考えてなかった。やばいで、ほらーもうのこちーしゃーん。緑にするわ、ママ。あ、やっぱ。え？青と、じゃあ君、青と黄色にするわ。ココロマンです。あー、ライダー。ピーです。ココです。ママです。なんなの、じゃあ。プレゼントからいただきました。プレゼントからいただいたじゃない。で、今日は2人で勝負をしたいと思います。自分の持っているベイで、で、このちょっと1個新しいやつはココロ君にあげたいと思います。